皆さんこんばんは。今ご紹介いただきました、JAXA の研究開発本部電源グループの内藤と申します。私はここで、ずっと特にバッテリーとかで、電源関係の中で特にバッテリー蓄電池の、研究とか開発評価をずっと続けてきております。で、バッテリー蓄電池と言いますと皆さん知らない方多分いらっしゃらないと思います。携帯電話であったりスマートフォンであったりいろんなところで電池、おもちゃでも電池を使っていますので、電池っていうのは非常に皆さん馴染みがあるものだと思いますので、まさかこんなにその電池のことでお集まりいただけるとは思っておりませんでしたので、非常にびっくりしております。で、宇宙機で電池ってどういうふうに使われているのかっていうことを、非常に、ご存知の方多いと思うので、こんなこと当たり前分かってきってるよっていうような内容の、ご説明もいくつかあるかと思いますけれども、そこはご容赦いただきながらですね、いろいろとお話しさせていただきたいと思います。で、分からないところは先ほど司会の方から、質疑応答は後でということがありましたけれども、ページをめくるのが早すぎて分からない、ちょっと待ってっていうのがあったらいつでも遠慮なく言っていただければ戻っていろいろと説明させていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。で、本日は今先ほどご紹介ありましたように宇宙機のバッテリー電力供給技術ということで、バッテリーっていうのは衛星はよく写真で外から、こういう形をご覧になることは多いとは思うんですけれども、でこの中で見ると太陽電池が衛星についているのは皆さんよくご存じだと思うんですね。ですけどバッテリーって電池ってどこにあるんだろう、本当にいるの、太陽電池があれば電気を使えるんだからいらないんじゃないって思う方結構多いというふうに思っています。一般公開の時にもですね、そういうなんで電池なんか使うのいらないんじゃないっていう人も多いので、そういうのでぜひ電池はどういうふうに使われているのかを知っていただこうということで今日いろいろとお話しさせていきたいと思います。では早速始めさせていただきます。で内容につきましては、始めと、こういう内容で、すいません、最初にイントロから始めて、人工衛星でどういうふうに電気を使っているかということとか、バッテリーの、基礎知識とかバッテリーを宇宙で使うために、あと今後どういう方向でバッテリーの研究開発が進んでいるかという話をさせていただこうというふうに思います。でまず始めるということで、バッテリー電気を供給する対したり貯蔵するものということで、どういったところで使うかを、理解を早めていただくために一般に電気をどういうふうに使っているかということをまずお話しさせていただこうと思いますと、一般にはこちら見ていただくと分かりのように、通常電気を使おうと思った家で使おうと思ったらコンセントにつないで、いろんな、電気洗濯機だとか冷蔵庫だとか掃除機だとかいろんなものをつないで電気を作っていると。で大体コンセントをつなぐと大体コンセントというのは100ボルトの電源が来ていて、コンセントをよくよく見ると15アンペア流せますよとかそういうのは書いてある。大体100ボルトで15アンペアぐらい流せるようなコンセントがついているなというのはよく、家に帰って見ていただくとお分かりいただけると思いますけれども、じゃあその電気というのはコンセントで実際使っていますけれども、実際にはどこから来ているかというと、これも皆さんご存知のように発電所で発生した電力を送電線を使って家の近くまで来て家外から、中に電気を引き込んで使っているということでございます。で、最近ではこういった外からの電力を使っているだけじゃなくて、太陽電池の屋根につけて、太陽電池で昼間は太陽電池で発生した電力を使って、ここで、コンバーターとかでインバーターとかで電力変換をしていろんな電気機器を動かしたり、で余剰の電力をまた売電で他のところにも供給してあげたりというような使い方をしていることがあると思います。で実際の家庭用のにつけている太陽電池モジュール、太陽電池というのは1枚あたりメーカーとかあと形によっても違いますけれども、だいたい1枚あたり20から30ボルトぐらいで、先ほどコンセント100ボルトとかあと最近 IC のクッキングとかだと200ボルトとか使ってます。そういうのを組み合わせて、こういうの直列とか並列につないで電力を確保して、ですけど四角の1枚あたりというのはだいたい20から30ボルトぐらいで1枚あたり200ワットぐらいの発生電力を持っているというものを使われています。で最近ではさらにこの2に蓄電装置をつけて余剰電力をここで蓄えたり、送電線から来る深夜電力、安い深夜電力を蓄えておいて、昼間の時に蓄電池から電力を使っていくというようなことがよくやられ、最近はいろいろとやられるようになってきていると思います。
で、こういう地上ではこういうふうな使い方で、電気の元として発電する、電力元として発電所であったり、太陽電池であったり、あとは、蓄えておくと蓄電装置から電気が流れていくということですけれども、じゃあ実際宇宙の場合はどうかなのかっていうと、まあすぐお分かりのように宇宙ではその外から電気をもらうということはできないので、この発電所からのこういったものがなくなってしまう。ですから宇宙で考えると、まあ、こういったあの家に置き換えてみますと、太陽電池と蓄電装置とでいろんなあの電気機器を動かすというような使い方をしていますので、人工衛星というのは発電所からの電力供給のない自給自足の自立型の家と同じような電気の使い方をしているということでございます。でじゃあ実際に、人工衛星の中の電力供給はどう、発電供給はどうしているかといいますと、こちらにちょっと小さい字が多くて恐縮ですけれども、こういうふうになってございまして、ちょっと分かりにくいですねやっぱりね。まあ、人工衛星こちらにあります大地と同じ絵を国に書いておりますけれども、まあ、太陽電池があって、あと本体の部分、ここに四角い本体の部分があって、ここでいろんなセンサーであった観測をやっているものなんですけれども、それがそういった観測やなんかをやる部分というのはここでいうこの部分ですねになります。で太陽電池というのはあちらにあります太陽電池パネルで、太陽電池パネルで発電した電力をまず電力制御機というところでいろいろとこのいろんなミッション機器を動かすための方に電力を配ったり、あとは一部をバッテリーに蓄えたりするというような制御を行っています。で、太陽電池は家でいう太陽電池パネル、これはすぐ分かりやすいと思うんですけれども、この電力制御機というのはこの太陽電池のいうと、この接続ユニットであるとか、パワーコンディショナーとか、こういったところが電力制御機という部分に相当します。で最後このバッテリーの部分というのはここにある蓄電装置ということで、こちらと余剰電力とかですけれども、まあ、こちらも太陽電池の発電の一部を蓄えておくというような仕組みになっています。ですから本当にこういった自立型の家でできている構成と太陽電池、あと電力制御の部分と、あとバッテリー蓄電池ということで全く同じ構成でこういったミッション部分を動かしているという構成になっています。でじゃあ宇宙と地上でこういった構成は同じだと思うんですけど、何が違うかというと、宇宙っていうのはまあ皆さんご存知の方は非常に多いと思いますけれども、非常に真空環境であったり無重力環境であるとか、あと、いろいろな大気がございませんので放射線が非常に強い環境である、あと、日が当たると温度が非常に上がりますし、日が陰ると非常に寒くなってしまうということで、あの 地上に比べると非常に高温であったり低温環境であったりするという違いがあります。ですからそういうところに対応する、耐えられるような設計が必要になってきます。だけど例えばバッテリーは別ですが、太陽電池に関して言いますと、まあ、こういった対放射線環境とか非常に厳しいものはあるんですけれども、太陽、宇宙に行きますと雲がありません。ですから日が当たれば必ず発電ができて、しっかり強い発生電力を出すことができます。日が陰って雲がかかったから発電電力が落ちたということがないわけですね。もちろんトラブルがあったりするは別ですけれども、基本的には日が当たっている限り非常に高い効率の発生電力が得られるというものです。あとは太陽光強度がやっぱり地球で空気、気体を通して来るものと違って気体がないものですから、太陽光の強度は非常に強いので、より強いエネルギーを太陽電池が受けることができて非常に高い発電ができるというのが違いになっている、地上と宇宙の違いになっています。じゃあ今ここで太陽電池はこういうふうにありますよって言いましたけども、じゃあバッテリーってここにあって蓄えておくって言いましたけど、なんでバッテリーっているんだろうということになりますけれども、バッテリーっていうのは、まあここで言う日飲食っていうのを時に使っています。ご存知のように人工衛星とかは、地球の周りをこう周回しております。で日が太陽に対してに太陽光がですね当たるところにを飛んでいるときには太陽電池に光が当たりますので、太陽電池で発電できるんですけれども、太陽から見てちょうど地球の裏ですね、影の方に入ってしまいますと太陽電池の発電ができなくなってしまいます。でその時、まあ、遠心力とか、まあ、すごい地球の周りをぐるぐる回っているんだから惰性で航行してまた日が当たったら発電すればいいじゃないかということも考えられるんですけれども、その影に入っているときに例えば姿勢が少し変わっちゃって
太陽電池が反対向いちゃって太陽光のに対して背を向けちゃったりすると発電ができなくなってしまいます。ですからそういう時になると日が当たるところに来ても太陽電池での発電ができなくなってしまって、電力供給ができなくなってしまうことがありますので、日が陰っている時でもしっかり姿勢制御なりいろんな衛星の機器を動かしてなきゃいけないわけですね。でその時にじゃあ何か、発電できるものが必要だということで、バッテリーが出てきます。で日が当たっている時には太陽電池から電力供給をして日が陰るとこういった太陽電池から電力供給がなくなるのでバッテリーで、放電してやって電力を供給してやる。日が当たっている時には太陽電池から電力を、供給受けて充電して、蓄えておくというのがバッテリーの主な役割になっています。でさらに、まあ、そういう夜の、食の部分日が陰っている部分の時に対応バッテリーが必要になってくるんですけれども、まあ、バッテリーが日が陰っている時に使えるとは言っても自分自身でエネルギーをどんどん作っていくことはできませんから結局は、太陽電池がないとバッテリーも充電はできません。やっぱり太陽電池の方が、まあないと太陽電池に頼っている部分というのはあるんですけれども、だけど太陽電池といいますのは先ほど言いましたように電気を蓄えておくことはできない。日が当たると発電することはできるんだけど蓄えておくことができないので、もし太陽電池にトラブルが起きると突然電気がパタッと止まっちゃうことがあります。で突然電気が止まっちゃったりすると衛星からの何も信号情報が出てこなくなってしまいますので、地上で常にやり取りしていろんなデータを受け取ったり、あといろんなコマンドで姿勢を変えたり制御したりしているようなことが、太陽電池がなくな太陽電池だけので動かそうとしたときに太陽電池が止まってしまうと、電力がないために何が起こったか全く分からなく突然更新が途絶えてしまうというようなことが起こります。そうすると、まあ、こういったふうに何が起こったんだろう分かんないどうしたんだろう、一生懸命コマンドをとりあえず打ってみようか、だけど解決策をちゃんと持って、どういうふうに対策を考えてやるわけじゃなくてとりあえず、まあ、やみくもにやってみようみたいな状態になりかねない。で一方バッテリーといいますのは先ほど来お話ししておりますように電気を蓄えることができます。ですのでバッテリーが蓄えにエネルギーが蓄えられている間、例えば太陽電池のトラブルが起きてもそのバッテリーの中でエネルギーがある間は、いろんな情報を地球に対して送ることができる。そうすると今衛星で何が起こっているんだということを地上でも知ることができて、じゃあそのためにこういう解決をさせてやればいいんだ、例えばあとはもうもしかしたらもうこれ以上は何をやっても無理だなとなった時にも、あこういうものとか問題だったんだ、じゃあ次衛星開発するときにはじゃあこういう対策を取ればいいねというような情報を、まあ、最悪でも知ることができるということで、こういう形でバッテリーがあることで最後の最後に何が起こっているか対策をどうやったら取るかというのは取ることができるようになってくるということで、最初タイトルの副題にもありましたけどバッテリーというのは最後の砦ということで非常に重要なものであります。で、まあ、そういう何かトラブルあった時の話はあんまり、したくないですから、実際バッテリーが通常どういうふうに使われているかという話をさせてに戻しますと、例えば静止軌道、静止軌道っていうのはご存知非常に高度、地球から高度3万6千キロぐらい離れた、高いところを飛んでおりまして、気象衛星のひまわりとかあと、ちょっと軌道が違いますけれども、高速、通信の、ウィンズですね、絆そういったもの衛星が、飛んでいる軌道のものです。で高度3万6千キロっていう非常に地球から離れたところを飛んでいます。地球の直径っていうのはだいたい1万2千キロぐらいですので地球の直径の約3倍ぐらい高いところを飛んでいます。ですから、通常地球の周りをぐるぐるで、で静止軌道、まあ、ご存知の方多いでしょうけれども静止軌道というのは地球の周りを24時間で一周します。で地球も、皆さんご存知のように1日24時間で1回自転しますから、あたかも地球の自分の真上をずっと衛星が止まっているように見えるということで静止衛星というふうに言っておりますけれども、まあ、こういうそういうふうに非常に高いところで24時間で一周をすると
でしかも、地球から結構離れていますので、結構夏場とか冬場みたいにちょっと地軸が、公転軸に対してずれているような時っていうのは地球の影にかからずに衛星がぐるぐる回ることができます。ですからこういう冬場とか夏場 には太陽電池でずっと電力供給ができますから、バッテリーの自放電というのは特にしなくてもいいんです。もちろん使い方によってはバッテリーが必要になることはあるんですけれども、基本的にはバッテリーを使わなくてもいいんです。ですけども、例えば春とか秋のように、ちょうど太陽と地球と衛星とか同じような面内にちょうど揃ってくると、ちょうど、地球の後ろ側に来た時に、日が陰ってしまいますので、ここでバッテリーでの電力供給が必要になってきます。で、静止衛星の場合はだいたいいつが必要になるか、ちょっとこれが邪魔で分かりにくいですけども、ちょうど春分の3月20日あたり、あと秋分の9月20日あたり、その頃の、約45日ずつ、3月20日あたりを中心に、23日ずつ、まあ、45日で計45日ですね。だと秋分の頃の45日計、90日間バッテリーによる放電が必ず必要になってきます。もちろん軌道によってもその日が陰った状態が続く期間が変わりますけれども、一般的にはだいたい約90日間日が陰ですから、1年間で90回重放電ができればいいというのが静止衛星に求められるバッテリーの要求になります。ですけどたった90回重放電できればいいんだというところなんですけれども、気象衛星ひまわりもだいたい10年とか8年とか要求がありますし、最近では15年ぐらい静止衛星使いたいということですので、まあ、90回なんですけど15年間ずっとバッテリーを使いたいですと。そうすると重放電する回数も 90×15 で1350回と、結構の回数の重放電ができることが求められてきます。じゃあ今度低軌道だとどうなるか。低軌道っていうのは高度数百キロメートルです、ごめんなさい。ちょうど宇宙ステーションが高度、500キロ、600キロぐらいのところ飛んでいますけれども、宇宙ステーションと同じような高度を飛んでいる衛星。地球観測でいう、まあ、今年、打ち上げました第一2号、あとは、雫であると。雫はちょっと高い、高度700キロぐらいだったと思いますけれども、飛んでいたり、あとは息吹ですね。地球温暖化の観測です。息吹といったものが、そういった地球観測の衛星がよく通っている軌道で、高度500キロから600キロぐらいのところを飛んでいます。先ほど言いましたように、地球というのは高度1万、直径が1万2000キロぐらいありますので、そのうちの500キロというのは非常にもう地球を遠くから見ると地球すれすれを飛んでいると。で、重力に打ち勝ってずっと飛び続けるためにはもう非常に速く回っていなきゃいけないということで、だいたい地球の周りを、100分ぐらいで一周しています。90分から100分ぐらいで一周しています。ですから90分から100分で一周ということは1日に15、6回回っています。15、6回ぐるぐる回るということは、先ほどの静止衛星と比べて地球に非常に近いところを飛んでいますので、日が陰っている部分を若干毎回必ず発射してしまいます。で、大体日が当たっている時間が60分から65分、日が陰っている時間が30分から40分ぐらいというぐらい日がかかりますので、60分充電して30分か40分放電してっていうのを毎回繰り返して1日に15、6回で、それを、30倍して1日1ヶ月にそれだけで、1年間でいうと大体5、6000回重放電をしなきゃいけない。で、5、6000回1年間で、昔10年ぐらい前だと衛星の運用期間3年と言われていたんですが、最近ではもう5年で、これから打ち上げようとする衛星、開発しようとする衛星は7年使いたいと言ってきて、いう話が出ていますので、5、6000回の重放電にかける5年でも、これでも3万回の重放電ができないといけない。で、7年使いたいというと、7、6、42なので、4万回重放電しなきゃいけないということで、非常にたくさんの重放電ができる電池というのが求められてきます。で、ちなみに地上ではじゃあどれくらいの重放電をやったり、どれくらい使っているかといいますと、すいません、最近の時代に取り残されていて、まだスマホに
手がついていないものですから、携帯電話、PHS をちょっと例でやっています。で、まあ、PHS の場合ですと、皆さん、まあ、ご存じ、大体、家に帰ったらポッと充電器に差し込んで充電して、で、朝になって出かけるときに持ち歩いてずっと使う、電話かけたり、まあ、待機の電力として消費したりということで、これ充電放電という言い方をしますと、夜ここで充電させて昼間放電させるということをよくやっていらっしゃると思います。で、だいたい1日にこういったものを1回充電して放電してってやりますので、1日に1回で1年で365日で、だいたい2年間ぐらい使うと700回ぐらいの充放電をやることになります。で、ですから大体700回ぐらい持てばいいということで、電池メーカーさんの民生用の電池の場合の電池メーカーさんの場合は500回ぐらいの充放電の試験をして、そこで性能がちゃんと持っていれば合格ということになります。で、携帯とかを使った頃っていうのは、皆さん大体2年ぐらい使うと電池がダメになったから交換したいというよりは、そろそろデザイン古くなったし機能も限られて最近の方がいいから交換しようということで、あんまり電池の劣化とかを気にしないまま交換している方っていうのもいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、実際電池も、まあ、作り方っていうのも大体それぐらいを目安に作っていることがありました。ですから地上だと500回ぐらい充放電できればいいという設計です。で、先ほど来お話ししておりますように、衛星で使おうと思うと静止軌道だと非常に2年とかじゃなくて 10年とか十何年使いたい。で、低軌道だと、何万回も充放電させたいと。700回で OK ですよって言われたらもう1年も、経たず、1ヶ月も使えない。1ヶ月でだいたい500サイクルぐらいですので、1ヶ月ぐらい使っちゃったらもう衛星の充放電回数の民生用電池のね、スペックに達してしまうような状態ですから、そういう電池はダメ。で、しかも、人工衛星っていうのは、一回打ち上げたら最後、周囲も交換もできませんから、打ち上げる前に、こういった10年電池が使える、10年、15年使える、または何万回の充放電にも耐えられるっていうことはちゃんと約束されている、保証されている電池じゃないと、衛星に搭載することはできない。というのが非常に、大きな、違いで、非常にそこがそういったものをちゃんと確実に使える電池ですよという保証をするというのが非常に難しいものでございます。で、ちなみに今バッテリー修理は交換不可って書きましたけれども、宇宙機の中で修理交換が今実際に行われている宇宙機が2つだけあります。残念ながら日本のものはないんですけれども、何かお分かりですかね。どうでしょう、分かりますか。宇宙ステーション、一つは宇宙ステーションですね。国際宇宙ステーションが、いろいろ修理交換ができるものです。で、もう一つはハッブル望遠鏡です。この二つが、実際に、軌道上で電池の交換を行ったり、いろいろな機器の交換を行ったりして、ずっと長期の運用をしております。ですけど、残念ながら、今日本で打ち上げているものにつきましては、寿命が尽きたら終わり。ということですね。今のやっぱりなかなかやっぱりそういった軌道上での交換技術というのは非常に難しい技術になってきますので、まあ、今はそういった交換というよりは新しいものに変えていくと。もちろんセンサー技術やなんかもどんどん新しくなってきておりますので、その何年も昔のものを使い続けるその意義と、あと新しいものを導入していくその意義と、そういったものをいろいろと判断していろいろと今後も、どういうふうに進めていくかというのは課題で研究がとか検討は進んでいくとは思います。ですから近い、もしかしたら軌道上でいろいろそういった交換をしながら長期運用するような衛星が今後出てくるかもしれませんけれども、そうすると若干電池もこういう何万回使わなきゃダメとか長期使わなきゃダメっていう要求が減ってきて、民生の電池をそのままふっと持ってってちょっとその場辺で買ってきた電池をポッと使えるというような時代が来るかもしれません。ですけど現在は今はこういう要求があるという状態です。で、こういう非常に民生用に比べると過酷な要求があるんですけれども、衛星でも電池では必ず使うものですね。電気がないと、やはりミッションとかいろんな機器を動かすことはできません。ですから、電気はやっぱり使えて当たり前、供給できて当然ということで、やっぱり皆さんも家で、何か使おうと思ってコンセントに電気差し、プラグを差し込むときに今日はちゃんと電気来るかなって心配しながらやるということはまずないですよね。使えて当然ですから、やっぱり宇宙でも電気っていうのは使えて当然当たり前というものでないといけない
ですね。ですからそういうものが常に求められているということで、こういった特にバッテリーなんかそうですけど、他にも衛星動かす機器類っていうのが、そういう動いて当然、ちゃんとできて当然、その上でセンサーであるとかミッション、いろいろ観測機器であるとか、通信機器であるとか、そういったものが使われていくっていうふうになります。でもバス衛星を動かすためのベースとなる部分でのバス系ってよく言ってるんですけど、バス系の中で例えば通信系というのは、例えばいろんな写真を撮ったときに、高画質の写真を撮った、それを大容量を高速で地上に送ってやりたいというと、大容量の高速通信が必要になってくるということで、非常に新しい技術がやっぱり欲しいな、通信系の場合というのはあります。で、静止制御も地球のあの場所を撮りたいというときに、ピンポイントでパッと姿勢をうまく動かしてなきゃいけないんで、非常に高精度の制御技術が必要になってくるということで、運用、こういった運用にも密接に連携してくると、やっぱり最新の技術でちゃんとしたものしっかり開発をしていこうという話になるんですけども、バッテリーというものは先ほど来お話して今お話しましたように、動いて当たり前、電気が供給できて当たり前ということで、新しい技術を取り入れるよりはちゃんと使えている実績があるものが重視されているということなんですね。ですからなかなか新しい技術、いやこれは非常にいい新しい電池できました、時々プレスリリースでも、ね、パソコンにこういう長寿命の電池が新しくできたので投入しますという話がよくテレビとかニュースで出るんですけれども、そういう新しいというものでも、じゃあそれがちゃんと10年使えたという保証はどうやって出すのと言われると、なかなかうーんとなっちゃって、結局はなかなかそのずっと前に設計して、だけどちゃんと動きますという電池を使いましょうというのが今までの主流になっていますので、どちらかというとそのあんまり目立たず、しかもでも確実にちゃんと動いて使われてほしいということは、縁の下の力持ちというのが、先ほど副大統領出しましたもう一つの方の、バッテリーでそういうふうに言われているゆえんの一つの理由でございます。で、ここまではまあいろいろそういったバッテリー、宇宙でどう使われているか、バッテリーというのはどういうふうに、必要なのかという話をさせていただきましたけれども、で、まあ、バッテリーの基礎知識ということで、まあ、電池とはバッテリーとはどういうものか、これはもう皆さん小学校とか中学校の理科の実験で使ったことがありますけど、あると思う、やったことがあると思うんですけれども、異なる2種類の電気を、電解液という、ね、溶液の中に浸してやると、こう電気が流れて電気発電ができるというものでございますけれども、電池にもいろんな種類がありまして、でここにもいくつか今回いろいろと用意してございます。早くご覧、今日会場に来られた方はなんか実際にもう既に見られているかもしれないんですけど、いろんな種類の電池がございます。でこの辺をいくつか例として、ご紹介しながら、説明していきたいと思います。で、あんまり詳しい細かい化学式は、あんまり私も、下手なことを言うと、ボロが出るので、ちょっとそこは控えさせていただきますけれども、まず最初に、あります電池の種類というのは、ニッカド電池と、NICD と書いておりますが、ニッカド電池、ニカドとか、商品名で言うとカドニカ電池というもので、聞いたことがある方いらっしゃると思うんですけれども、こちら従来から非常によく使われていた電池でございます。で、第一、こちらにあります第一ですね。第一にもこのニカド電池が、衛星の電池として使われていました。で、こちらにちょっと後、見ていただけると思うんですけれども、第一よりちょっと一回り小さいサイズ、実はこれかぐやに乗っていた電池と同じ、ニッカド電池の組電池というのを、こちらにも、用意してございます。で、第一とか衛星に使っている電池というのはこういう形をしています。ちょっとあまりこれだけ見るとあんまり電池とは思えないと思うんですけど、ここにこうなんか出っ張りが2つあって、いわゆるプラスとマイナスの電極があって、中の乾電池の本体部分があるということで、電池だよって言われると、あ、なんとなくそうかなという、まだそうかなと思える電池じゃないかとは思います。で、実際の、ですね、で、こういう電池が、衛星用にはよく使われています。で、まあ、実際通常の民生用の電池だと、ちょっとこれ違う種類ですけれども、例えばこういう炭酸型の電池であるとか、もうちょっと単一型のとかよく見るとは思うんですけれども、まあ、こういう形じゃなくてですね、こういう大きな形の電池を使っています。で、こちらは非常に単純に言うと、この電池の、
50倍から70倍ぐらいのエネルギーを蓄えておくことができる。1個で非常に大きなエネルギーを蓄えておくことができる電池で、衛星だったらこれが何千個必要になるところを、この電池だと、まあ100個200個ぐらいの電池を組めば衛星の電力が供給できるというものになっている。で、続きましてこのニッケル水素電池というものがございまして、ニッケル水素電池というのは、ここに書いてあるNIMH 電池と書いてあります。で、これがいわゆるニッケル水素電池なんですけれども、もしお持ちの方、例えばちょっと商品名をちょっと上げちゃうとあれなんです。ここにありますよね、エネループがこのニッケル水素電池というものです。ですがこの電池屋なんかもしお持ちだったら裏を見ていただくと、よくよく見ると、後ろに、ニッケル MH と、後ろじゃないですね、ニッケル MH というような文字が入っておりまして、これはニッケル水素電池と一般には言っているんですけれども、じゃあこの M って何だろうと。 M っていうのは水素吸蔵合金という、水素を吸収することが、吸収してまた放出したりすることができる金属で、メタルハイドライトと言っている、そのメタルハイドライトの M が、MH の M になっています。でこちらはちょっとこの説明はあんまりやりませんけれども、充電すると水素ガスが発生する電池です。で水素ガスがそのまま発生したままです と、ガスのまま管理が難しいので、水素吸蔵合金という金属でガスを吸収して水素を蓄えておくということで、水素を金属に蓄え吸蔵させて、おくことができる電池ということで、NIMH と言っておりますが、ただ、一般的には水素がを使って媒体とした重放電を繰り返しますので、ニッケル水素電池と言い方をしています。でこちらは衛星ではどういうのに使われているかといいます と、相模原の衛星でいうと数学ですね、とかあと、相模原と筑波の共同で、セレーネかぐやですね、かぐやの、かぐやは本体ですね。で、その小衛星で、小衛星なのに G3 バーさんの名前がついた大きなオーナー。この二つが実は、ニッケル MH の電池を使っています。で、ニッケル MH っていうのもエネルギーはこういう形をしていますけれども、でちょっと大きな大きななので、高衛星なのでちっちゃい電池ですが、これぐらいの大きさの メタ波の電池っていうのを使って、います。衛星を落としてこういう大きさのものを作って、実際には作っています。で、ニッカル電池と、ニッケル水素電池、MH 電池の違いは何かと言いますと、先ほどのカドミウムのところを水素に、水吸蔵合金に変えているので、カドミウムという非常に環境に対してあまり優しくないものを、環境に優しい、環境にいい電池を使うということで、水素吸蔵合金を使ったニッケル水素電池というのはよく使われるようになってきました。で特にヨーロッパではやっぱり環境に対して非常にうるさいところがありますので、カドミウムを使ったニッカド電池はもうほとんど使われなくて、ニッケル水素電池というのはもうメインになっていました。で最近またリチウムに変わってきていると思いますけど、そういったものです。でもう一つ、今度はまたここに NIH2 電池ということで、まさにこれこそニッケル水素電池というものでございますが、これは実はここに置いてありますこの電池です。これってなんかボンベがいっぱい並んでるけど何だろうと思われる方が多いと思うんですけれども、実はこれも電池なんですね。でよくよく見るとこちらにこう2つ端子が出っ張りがあるので、ここが電極で、でこのタンクの形をした中が電池のエネルギーを蓄えている本体です。で先ほど MH 電池、 NIMH 電池と書いてありましたけど、今度は NIH2 ということで水素電池と、まさにニッケル水素電池と書いてありますが、この違いは何かと言いますと、こういった形をしていることから、想像できるかもしれませんけれども、先ほど充電の時に水素が出てきた水素を金属で吸蔵しますよと言いましたけれども、これは水素で金属で吸蔵しないで、このガスのままこの中に溜め込んでやるという作りになっています。
ですから充電すると水素ガスがどんどん出てくるんですが、それをこういった圧力容器のボンベのような形のところに閉じ込めてやろうということで、水素吸蔵合器みたいな金属のでのいろいろ吸収する反応とかを特に用いなくてもガスのまま貯蔵して、ガスのまま放電でまた戻してやるというような使い方をするので、非常に構造とか重放電のメカニズムがシンプルなので、非常にタフな電池というふうに言われておりまして、結構静止衛星にも使われております。で、最近打ち上げましたひまわりは、もうリチウムイオン電池に変わりましたけれども、その前のひまわりはこの水素ニッケル水素電池のこれのボンベタイプのものを使っておりますし、こちらに展示しております、これはキク8号 ETS8 のに搭載している電池と同じものです。これは試験用に作ったものですけれども、 ETS8 に搭載したのと全く同じ電池の、一部分をこういうふうに試験で使っておりました。で、こういった形のもので非常に珍しいものだと思いますが、やはり実績重視とか、あと、いろいろと、新しいものじゃないよりも本当に使える、確実に使えるものということで、結構アメリカなんかだと軍関係ではよくこういう電池は未だに使われています。最近はどんどんこれからお話しするリチウムイオン電池に変わってきているんですけれども、こういうニッケル水素電池というものがまだ未だに根強く使われています。で、その理由は先ほど繰り返しになりますが、非常にタフな構造が、非常にいいし、圧力を、圧力かかっても耐えられるようなものじゃなきゃいけないというものことではありますけれども、構造が重放電の構造メカニズムがシンプルなので、非常にタフで深い放電にも使えるということで使われております。で、今まで挙げたような、ニッカド電池、ニッケルメタハイ、MH 電池、あとニッケル水素電池っていうものは、結構やっぱり重量物でございまして、人工衛星におけるバッテリーの重量出力というのを考えると、全体、人工衛星全体で 100% とすると、いろいろ写真撮ったりする部分っていうのは、だいたいそのうちの 45% 部分で、衛星を動かしたりする部分のメインの、バスの部分っていうのが、全体の半分以上を占めていると。で、このうちのさらにこの 20% 部分、これが電源とか太陽電池パドルで占めておりますので、電源系というのは非常に重たいものと言われております。で、この内訳を見ますと、さらにこの重たい部分の半分がバッテリーの重さということで、非常にバッテリーの占める重さというのは大きいんですね。ですから全体でいうと、だいたい全体の衛星全体の1割ぐらいはバッテリーの重さということになります。先ほど心臓部分が何だとかって言いましたけど、体の1割が心臓ですというとかなり重たいなというのがイメージは湧くと思いますけれども、今そういった重さのものでございます。で、やはりできるだけ軽くしたいという要求がございます。で、そこで、最近ではリチウムイオン電池がどんどんできておりまして、リチウムイオン電池は非常に軽く、ものができるということで、リチウムがイオンとなって積極と負極の間を行ったり来たりすることで重放電が繰り返されるものでございまして、ちょっと大きいですけれども、こちらが今宇宙で使っているリチウムイオン電池でございます。で、リチウムイオン電池というのは携帯電話でもいろいろ使われていると思いますので、ご存知かと思いますけれども、あとは、ここにありますようにデジタルカメラなんかにの電池とかにも使われているので、身近なところで常に使っていらっしゃるとは思いますけれども、これに対して非常に大きな電池を作って、やっております。で、リチウムイオン電池を使うとどうなるかといいます と、これはちょっと後でまた詳細をお説明しますけれども、横軸が、簡単に言うと軽さを表す、指標で、こちらの数字が大きくなるほど軽いということを示しております。で、先ほど説明しましたニッカド電池とかニッケル MH 電池、といったものはだいたいこの数字でいうと40から60ぐらいなんですけれども、リチウムイオン電池とかだと120から160ぐらいということで、ニッカドとか、ニッケルメタ MH に比べて、倍ぐらいの軽さというと日本語としておかしいですが、半分ぐらいの軽さになっているというものです。ですから今までここで軽くできるだけ軽くしたいというのが、このリチウムイオン電池に半減することで、電池にすることで半減することができると。で、第一では、先ほど言いましたニッカド電池を使って言いましたけれども、今年打ち上げました第一2号ではリチウムイオン電池を使っていまして、第一の時は実は
この衛星の中でバッテリーの重さがだいたい250キロぐらいあったんですが、第1、2号では、70キロぐらいの重さですね。あ、まあ、もっとあるか。あ、そうですね。100キロ弱ということで、半分以下の重さにバッテリーがなくなっているということで、こう非常に、まあ、ここが半分ぐらいになるということで、非常に軽くするというメリットが出てきています。で、今まで、私どものところで開発をしました電池がどういう衛星に搭載されているかというのを一覧で、だと示しております。ちょっと衛星名が、愛称ではなくて、当時開発当時のままでちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、やっぱり90年代からは日カド電池とか日系水素電池をずっと使っていまして、ニッケルメタハイ MH 電池というのを、使ってセレネの小衛星なんかに使っている。で、日カド電池というのは残念ながら GCOMW1 しずくですね、雫を最後にもうここで衛星に搭載使われるのは終わっておりまして、それからだんだんリチウムイオン電池が主流になってきています。で、日本で大きな衛星探査機で初めて使われたリチウムイオン電池が初めて使われたのは、皆さんのご存知のようにハヤブサです。ミューゼス C ハヤブサです。で、その後インデックスと民生用電池を使った実証機器だったり HTV とか、あと順天長衛星とかに使われていて、どんどん使われて今一番最近ですと、第一2号ですね。去年は久崎スプリント A に使われたりということで、今はどんどんリチウム、今後はもうリチウムイオン電池が使われていくようになってきています。で、先ほど言いましたように、ちょっとこちらで行った方がいいのかな。ニッカドとリチウムイオン電池というのは非常に重さに違いがあるということで、言っていますけど、後でこちらにものが実際にございますので、実際に重さを持って見比べていただきたいと思います。ちょっと実際この場で持っていただこうかと思ったんですけど、だいぶちょっと時間も、押してきているような感じですので、ちょっとそれは省略させていただきますけれども、後で時間がある方はちょっと実際に手に取っていただいて、どれくらい軽くなっているかというのを確認いただければなというふうに思います。で、ちょっとバッテリーの宇宙での話とか若干それますけれども、基礎的な話、理科の基礎的な話をちょっと実際少し振り返って思い出していただこうということで、このページを作りましたけれども、例えば電圧っていうのは抵抗かける電流であるというのは小学校、中学校かなで皆さんに分かっていると思っていますし、電圧はボルト、V であるとっていうのは大体皆さんご存知だと思います。で、電力、ワット。例えば電球100ワットだ、電球数50ワットだ、LED だと数ワットでできるよっていう、ワットっていうのは電圧かける電流で表されるということで、V とか W っていうのはよく身近で皆さんご覧になっているし、大体それが何を示すかっていうのはご存知の方が多いと思います。ですけど、電池のエネルギーものをいろいろと、性能とかを見るときに使う指標としてよく使われているのは、その電流のアンペアの横に H がついたものとか、電力のワットの横に H がついた、アンペアアワーとかワットアワーという言葉をよく使います。で、これはいずれにしろ電池に蓄えている電気エネルギーの量を示すもので、アンペアと H アワーって言っていますから時間ですね。ですから例えばアンペアアワーで何時間何アンペア流せますよということを示すことをしていたり、ワットアワーだったら何時間何ワットの発電ができますよというような言い方をしているもので、先ほど見ていただいたこの軽さとかを示す指標の出ているここっていうのは1キログラムあたり何どれくらいのエネルギー蓄えられますよっていうのを示しているものなので、数字が大きいほど、いっぱいエネルギーを蓄えられるということで、逆に言うと軽くなっているということがいるものです。で、こういう単位ってのはどこで見るかっていうと、見ることができるかと言いますと、よく電池の裏を見て携帯電話とか、スマートフォンだけなかなか蓋が開けにくいという話がありますけれども、見ていただくとこの電池の裏にこういった文字が書いてありまして、これをよくよく拡大して、ちょっとすいません、影になっちゃってますが、これは PHS の非常に小さいものですけど、630mAh、0.63Ah というふうに書いてあります。ですから、ここの 630mAh って書いてある部分が大きければ大きいほど、いっぱいエネルギーが蓄えられるので、長い時間で使えますということを示します。で、携帯電話と、PHS ですのでこれぐらいですけれども、最近のスマートフォンですと話を聞きますと、2800mAh とか 3000mAh ということで、この電池の5倍から6倍のエネルギーが蓄えられているものが使っているということになります。
ですからこの電数字が大きいほど長持ちした使い方ができますよということを示しています。でこのちょっと今あれを見せちゃいましたが、ワットアワーとかもあんまり多分馴染みがないと思うんですけれども、まあ、馴染みがないと言わせませんよという意味で作った資料がこちらですけれども、これは東京電力管内の方だったらご存知だと思いますけど、電気料金表なんですけれども、これをよくよく見るとここにご使用量なんとかキロワットアワーという数字が書いてあります。大体この数字とかあんまり見ないで、皆さん大体いくらですというところだけ見て、ああ今日は今月は電気いっぱい使ったなと思うんですけども、と思うんですが、実はちゃんとどれだけ使ったよっていうのを示すことはちゃんと書いてあって、その単位はここにキロワットアワーと、ワットアワーのまあ1000倍キロですねを使ってますよということが書いてありますので、皆さんこれを見たことがないとは、言わせませんよということで、ここにあえてちょっと載せさせていただきました。でこういったワットアワーとか、あと、ワットじゃなくてこうアンペアを使う、アンペアワーっていうのは電池の世界でよく使っていますので、裏を見て、そこを見て大きいと大容量だな、小さいとあちょっとあんまり持ちが良くないかもなっていうのが分かると思います。でアンペアワーとかのイメージとしまして、例えば100アンペアワーっていうで大きさの電池のもの、先ほどのリチウムイオン電池はそうなんですけど、それを100アンペアで放電し、100アンペアで放電したときに15分、4分の1時間放電したときっていうのは4分の1なので、25% 分ちょうど電池を放電した状態 で75アンペアがまだ残ってますよというのを示していて、で1時間100アンペアで1時間放電しちゃったらもうスカラカンになりますよということを示しているというもので、指標でございます。でまたちょっと話戻しますけれども、バッテリーの充放電の運用で、まあ、充電して放電してっていうのを繰り返していくんですが、基本的に電池の充電状態どこまで使えるかを見るというときには電圧を大体見ています。まあ、先ほど今エネルギーをどれだけ使ったかというエネルギーをどれだけ残ってるかどれだけ溜まってるかということなんですけれども、それをそのまま見るというのはなかなか、簡単ではないので、簡単に得られる情報として電圧を見ています。で電圧というのは充電するとこう徐々にこう上がっていって満充電になったところで止まって、今度使うときになると放電して徐々に電圧は下がってくると、こういった変化をします。電池を使っていると電池は、充電して溜めていくと電圧は上がって放電していくと電池は下がっていくというふうになりますので、ここをいくつかの領域に分けまして、まあ、満充電のところの領域というのを、例えば携帯でいうとこういったインジケーターがあると思いますけど、フルについている状態をこの状態領域で、半分ぐらい使ったような状態だとこれぐらいの領域で、あと残りわずかっていうところを一つこういった領域っていうのをで、こういうインジケーターよくご覧になっていると思いますけども、これは、電池の電圧の状態やなんかから出てくる、ものというものです。ですから皆さんも知らずのうちにそういった電圧変化っていうのをこういったところで、実際には確認しています。で、電池が買った当初の新しい時っていうのは、非常に電圧の落ち方っていうのはゆっくりこう落ちていきますので、こういったカーブを描くんですけれども、劣化してくると徐々にこう急にストーンと落ちてくるようなカーブに変わってきます。ですから先ほど言ったようなこういった領域で区切っていると、新しい電池を使い始めた時って結構このインジケーターがフルについている時間が結構長くて、で2番目の時もまあまあ持っているんだけど、最後1個になったらなんかあっという間に急に充電してくださいってなっちゃっていう表示が出るっていうことをよく経験したことがあるんじゃないかなと思いますが、だんだん使って半年使った1年使ったってなってくると、なんか逆に今度はこの3つの表示の時間が結構短くて、なんかあっという間に1つになっちゃうんだけど、なんか1つで結構粘ってるなって思うような時ってないですか。でそれはどうしてかっていうと、こういう電圧の変化がこういう青い線から赤い線に変わってくると、この1個の領域がで元気、新しい頃はちょっと急激に最後にストンと下がるので、これぐらいの時間しか表示しないんですね、これを。ですけど劣化してくるとダラダラ、最初からダラダラと下がってきますので、この表示している時間がこれだけ長くなっている。別に容量が増えているわけでも、最後の最後根性で粘ってくれているわけではなくて、こういった電圧の変化を示しているので、なんとなく感覚的に最後粘ってくれているように見えるというものでございます。でさらに言いますと、寒いところでは例えば通常普通に使っていたときに、スキー場とかに行って使っていると
ゲレンデで電話かけたりしたら、なんか急にインジケーターが数が減ってしまったとか。で、もう電池がないと思って諦めて、レストハウスでゆっくりお茶飲んでたりしてたら、あれ気がついたら、あれなんか復活してるなんていうことも経験がある方がいるんじゃないかと思うんですけれども、あれ、温度が下がると電圧の落ち方って結構大きかったりするんですね。ですからそうすると、このインジケーターが急にトトトッと落ちやすい。だけど温度が戻って回復したりすると、若干そういう、また戻ってきて復活するっていうようなことがあるということで、温度によっても電池の状態が変わってきたりします。で、さらにスキー場じゃなくてもっと寒くなるとどうなるかっていうと、動かなくなっちゃいます。例えば電解液が凍っちゃうとか、だったらもう電気の流す源が動かなくなっちゃうので、凍っちゃいます。で、例えば、今いろいろ月での活動、月探査なんかの検討もいろいろされているところですけども、月探査を考えるときに月っていうのは日が当たってないときっていうのはマイナス200度くらいまで外の温度は下がっちゃいますし、日が当たるとプラス100度まで上がる。こういうのを繰り返して、で、この昼と夜が、で、これで大体1ヶ月なので、月の1日というのは、昼が2週間、日常でいう昼が2週間、夜が2週間ぐらいの間隔なんですね。で、こういうマイナス200度っていうのが、さらされると、ほとんど全ての機器が通常使えなくなっちゃうんですけれども、実際運用するときには、こういった温度にならないようにヒーターを焚いたり、何かして、できるだけ、機器類が死なないように温めるんですけれども、じゃあもし万が一トラブルがあって、そういった温度制御ができなくなってしまったらどうなるかっていうのを、ちょっと調べようということでやってみたのが、こちらの試験でございまして、こちら実際に実験室でマイナス200度ぐらいまで温度を下げられる装置を使って、そこに電池を入れてマイナス200度に2週間月と同じ時間さらした後、電池の性能はどうなるかっていうので、ちょっとこれグラフなんでパッと分かりにくいかもしれないですけど、まあ見た感じ同じということでご理解いただければと思うんですが、そういった環境でさらす前でとさらした後でも性能は変わらないということで、極低温にさらしてしまった状態では使えないんですけど、また温度が復活する、してくれば、使えるようになるっていう電池も中にはあります。必ず全ての電池はこうですとは言い切れないんですけれども、今作って月で使おうと考えて試作している電池はこういうふうに特性が得られます。で、宇宙空間のように姿勢が変わっちゃうと、どうやって戻していいかわかんないというのと違って、月の場合は地面がありますから、またずっと2週間耐えて昼が来るのを待てばまた光が当たるようになりますから、こういった環境へ耐えられるということがわかれば、また復活させることができるということで、こういった前に非常に極低温の体験でも使えるということで、まあ言ってみれば冬眠をさせていることでもちゃんと動くような電池があるよということでございます。で、今言いましたように、今低い温度で保管したり、やったりすることが長持ちさせたり、温度によって性能が変わったりするよということで、非常に生物ですと、電池は生物ですというようなことを言われておりまして、そういった電池の状態をちゃんと把握するためには、電圧であるとか温度をしっかり見る必要がありますよと。電圧温度そのものをちゃんと計測するんじゃなくて、先ほど言いましたインディケーターをちゃんと見ておくとかですね、そういったところでちゃんと確認をしていく必要があります。いいですね。はい、で、電池を宇宙で使うためにちゃんと保管、宇宙で使うまでの間、ちゃんとしっかり管理をさせなきゃいけないと。で、宇宙空間で最初使おうとすると、電池を作るときには、まず設計して準備をして、どういった電池を作ろうという設計をしていきます。まあ実際設計が出来上がっちゃったら、あとはもう作り始めとかなんで、極満製造から始まるんですけれども、ここからこの1個の電池をこう組み立てて、電解液を注入してやって、で、電池そのものの試験をして、それが合格したら出荷して、こう、バッテリーという、複数の電池を組み合わせた、こういった形にあるとかですね、にしていきます。で、いろんな試験を組み合って、最後、射場、種子島であるとか、うちの裏に持って行って、打ち上げて、で、衛星運用に入るということで、大体こう、電池を作り始めてから打ち上げまでっていうのが、今、大体、日本の衛星関連でいうと、2年半ぐらいかかっています。で、ここから最初、初めの方にお話ししましたように、衛星っていうのは、5年運用だと7年とか、静止軌道だと10何年使いますっていうから、この部分一つしか書いていませんけれども、ここから先永遠にずっと運用が続くということで、低軌道で5年運用だったら、5年プラス2年半で8年間ぐらい電池は使うことになります。
ですから、あ、すみません、戻りますけど、ですからこういうところでも、電池がどういう状態であるかっていうのをちゃんと管理しておいて、打ち上げる前の、先ほど5年間ちゃんと動く、確実に動かしますよという補助をしなさきゃいけないというときに、それまでどういう使われ方をしてきたかっていうのをちゃんと把握しておかないと、そういう評価ができませんから、ここまでの評価っていうのもちゃんとやらなきゃいけない。で、じゃあ実際宇宙で使おうというときに、じゃあ使えますか、ちゃんと5年間、7年間とかと静止で十何年使えることをどうやって補助しますかということをちゃんと確認しなきゃいけないので、それを地上で、模擬試験によって行っています。で、電池みたいにその電気化反応を伴うような場合ですと、先ほどお話している温度であるとか電圧とか電流とかによっていろんなあの劣化の仕方が変わってきますので、非常に信頼性の高い確実なデータを取ろうとするためには何が一番適しているかというと、やっぱり実時間で評価をする、全く同じ条件で試験をしてやらないやって使えるかどうかを確認してやる必要があります。ですから低軌道で先ほど90分から100分で重放電1回やりますというのを、地上でも90分から100分かけて重放電1回、それをずっと繰り返して持つかどうかというのをやる必要がある。で、実際にはこういうバッテリーの試験装置というんで、この重放電の装置と、あと衛星ではだいたい温度ってある程度温度コントロールされますので、まあ冷蔵庫、高温層と言っていますけど、冷蔵庫の中に電池を入れて、これで重放電試験というのをこう繰り返すことをやっています。で、ずっと長期間、実時間で評価を行わなきゃいけませんので、1個だけだと全然足りないので、だいたい、私も研究、実験室には50台ぐらいこういう装置を持って試験を、いろんな条件で試験をしています。で、これが試験の一例で、一番長寿のやつなんですけれども、ちょっとこれだと、横軸サイクル数、重放電の回数を横軸に書いています。で、縦軸は電圧で、上が充電の時の電圧、下が、日印、食が終了した時の電圧を示しているものですけれども、こちらでいうその充電した時のこの時の値を各サイクルごとここにプロットして、で放電して食が開ける直前のこの時の電圧をここにプロットしているというのをずっとプロットしていっているものです。ですからここで、点がダーッと並んでいるように見えますけれども、充電して放電して充電して放電してというのをずっと繰り返している、いっぱいの点が並んでいて約8万サイクル来ているということは、ここに、ここだけでも8万個の点がここにプロットされていますということになります。で、こういったデータを先ほど言いましたように実時間で取ってますので、実はこの試験というのは、試験を開始したのは1999年なんですね。今から15年前に始めています。で、今2014年で、ここまで、ようやくここまで来ました。ですから15年間結構重放電がずっと繰り返してきているということで、非常にいい電池の試験結果が今得られているものなんですけれども、でここに点々が線でいっぱい書いてますけど、だいたい1年で5、6000回重放電なので、1年でこれぐらいしか進まないんですね。で地道な試験をしてようやくここまで来ていますが、例えば大学で卒論研究とかをやった方ならお分かりと思いますけれども、まあ、4年生になって1年間卒論研究をやります。でじゃあ君はバッテリーの重放電試験研究をやりなさいっていうと、卒論の時になって君は何やったんだねって言われると、大体あ私この試験のこの部分だけですというと、大体普通はえそれしかやらないでお前卒論卒業できると思ってんのかというような話になってしまうと思うんですけれども、ですから研究とかそういった意味ではなかなかこうえこんなの続けたってただ単に続けるだけじゃん、大したことないじゃないと思うとは思うんですけれども、先ほど来お話ししています実績、確実にちゃんとこの期間動きますかっていうことを示す証拠にはなっているんですね。ですから実際この電池を使いたい人からすると、こういう非常に長い時間ずっと重放電を繰り返していてもちゃんと動きますよっていうデータっていうのは非常に大事になってきます。でこういう時間っていうのはもう15年かけてずっとやってます。で、15年かけてるんですけど8万サイクル弱、これ、1年間で6000サイクルぐらいっていうと、実はこれ13年分ぐらいなんですね。衛星での運用でいうと。15年地上でかかってるのに衛星だと13年、あれなんか計算が合わないなっていうのはなぜかって言います。で、実際には、1年分のデータを取るのに今言いましたように 1.1 年かかってる。で、なぜかっていうと、軌道上だとずっと衛星は動き続けてますけれども、で、こういった事業所だと年に何回か定期点検のための停電があります。でその間どうしても試験止めなきゃいけない。
で、地上での基礎研究、基盤研究なので、時々電池の性能をチェックする作業を行いますから、15年のサイクルと違うことをやるので、一回こういった試験を止めなきゃいけない。それと、一回こういう試験をずっと続けていますけれども、例えば電池の計測器の動作保証回数ってどれぐらいかって言いますと、大体例えばデータを記録するための装置っていうのは大体100万回ぐらいのデータサンプリング、データ取得をに対して保証するけど、それ以上はまあ保証はしません。まあすぐ壊れるわけじゃないけど保証しませんと言われています。で、例えば仮に1分に1回データを取るとしましても、当然のことながら1時間に60分。で、1ヶ月、それの24倍で1日、で、その30倍で1ヶ月、で、そのさらに12倍ということで、1年間で、1分に1回データを取ったとしても、1年間で52万回ぐらいデータを取ることなんですね。ですから、100万、動作保証回数100万回というと、2年間データを取ったら、もうそこで装置は保証しませんとなってしまいます。ですから、途中で大体装置が壊れて、それを機器類を入れ替えて続けなきゃいけない。装置が止まってしまうことをもうやんなきゃいけない。で、定期点検もしなきゃいけないということで、どうしても軌道上でずっと使い続けるよりも時間がかかっちゃうんですね。なので非常に苦労しながら、ようやくここまで来てデータを取れるようになってきました。というのが現状、今の現状になっています。で、宇宙用のバッテリーっていうのは、非常に少量生産で、今リチウムイオン電池になりますと、先ほどの在地のニッカド電池だと、電池を、160個ぐらい使いますけれども、リチウムイオン電池になりますと、第1、2号の場合とリチウムイオン電池24個ですしか使ってないです。で、これは今まで宇宙用として日本で作り始めた、電池の数が1万セルっていうので、まあ、1衛星に数十個に対して1万セルっていうと結構作ってるように思えると思うんですが、民生用のバッテリー電池、リチウムイオン電池っていうのは、1日に100万個ぐらい作るんですね。で、これは作り始めて十何年間かけてようやく1万セルぐらい来て、まあそれはそれなりに宇宙用としてすごいと思っているんですけども、民生と比べると全然桁で数が少ないっていうことで、なかなかやっぱり大量生産はできないので、少量生産で非常に品質管理をしながら、で、しかも長期間にわたってちゃんと使えますよっていうことで、どれくらい劣化するかというのをいろいろ設計しながら作っていかなきゃいけないということで、非常に苦労しながら衛星の電池っていうのは作っています。で、ちなみに、小型衛星とは超小型衛星で SDS とか、あと大学でも最近10センチ四方のキューブサットっていうのを衛星、いろいろ搭載して打ち上げて試験室とかしてますけれども、さすがにそういう少数、非常に少量の品質管理を徹底したいものっていうと高くなりますので、こういった小さな衛星の場合だと、二次電池、普通民生用の市販されている電池を使って、衛星を運用するようなことを考えています。で、ただ単に買ってきてすぐ終わりじゃなくて、ちゃんとそういった衛星で使えるかという評価は確実にやらなきゃいけないですし、性能のいいものを選ぶんでやるということで、スクリーニングという、使いたい量の数倍量を買ってきて、その中からいいセルを選んでいくというような作業をやったりしながら使っています。で、ちなみに、JAXA でもいろいろ民生の電池、ここにもちょっといくつか、用意してございますけれども、こういったいろんな電池、いろんな形の電池の評価をして、いろいろデータを取ったりしております。で、バッテリー宇宙でちゃんと使うためのは、電池っていうのは非常に使っているので、あまり皆さん意識をしていないと思いますけれども、やはり、エネルギーを蓄えているものですので、やっぱり何か使い方を誤ると、とんでもないことが起こりかねないということで、持ち運ぶときにも、ちゃんと使い方、持ち運び方も決まっています。ですから、それをちゃんとルールを守ってやらなきゃいけない。あとは安全性ということに対してもちゃんと考えなきゃいけなくて、ニッカド電池とか、今まで従来使った電池も、今までそれ燃えたなんとかって話はあまり聞かないと思いますけれども、電解液っていうのは結構腐食性が、とかあったり、いろいろ問題、トラブルを起こすものになりますので、電解液が漏れないような工夫をちゃんとしなさいとかっていう安全に対する要求がございます。で、リチウムイオン電池につきましては、最近いろいろと、最近はだいぶ落ち着いてきましたけれども、ちょっと前にはこういったノートパソコンが燃えましたみたいな話もあったりして、破裂発火する、使い方が誤ると破裂発火しますよっていうことがありますので、こういうことが起こらないような対策というのをしっかり取らなきゃいけないっていうことになる。
で最後ちょっとだいぶ時間も過ぎちゃいましたが、バッテリーの今後の動向としての宇宙用としまして、今宇宙で第一2号とかに使っているリチウムイオン電池というのが、だいたいこういうちょっとパッと数字だけ見ても分かりにくいかと思いますけど、容量110というものを使っていまして、設計の寿命が提供で5年、正式で15年のものを作っているんですけれども、でそれが今実際に使われております。でそれが、第2世代、今ちょうど開発がまさに終わろうとしているものが、容量が1割アップで寿命が、2、3割アップっていうものを今作っているところで使っています。でこちらにあります、そちらにもございますけれども、リチウムイオン電池バッテリーっていうのが、こういった形で組んで、実際に衛星に搭載されたりをしております。こちらは試験用に作ったものですので、実際搭載されている形とはちょっと違いますけれども、こういった形で使っております。でリチウムイオン電池っていうのは、先ほど言いましたように第1世代第2世代っていうのが衛星用で、衛星用とか探査機だと非常に長い時間使いたいし軽くしたいということで、やっているんですけれども、例えばロケットだと、別にロケットを打ち上げて、衛星を軌道のところ、そういったところまで持っていけるまでが役目になっていますので、長期間十何年使いたいということはないですから、それよりもこう非常に瞬発力高く、飛行機非常に高速で飛んでいくときに姿勢制御をうまくやらなきゃいけないので、非常に高い出力が出せる電池がいいなというのがあります。で先ほど言いました月っていうのは、日が当たってる時間2週間、日がかけてる時間2週間ですから、2週間放電し続けなきゃいけない。だからエネルギーをいっぱい持っていかなきゃいけないから、こういう衛星よりももっと高いエネルギー密度、容量をいっぱい蓄えた電池がいいね、とか、いうことだったり、あとは宇宙ステーションでの活動とか、将来有人宇宙活動とかどんどん出てきますと、リチウムイオン電池を使うに対しても、いろいろと、保護回路がついていて、トラブルが起こらないような、工夫はいっぱいしているんですけども、その対策をとってトラブルを起こらないようにするというよりは、まあもともと燃えないような電池があった方がそれに越したことはないでしょうということで、燃えにくい電池っていうのがやっぱり必要になってきますねということで、いろいろ用途によって今後、電池をどういう設計をしていくかっていうのは変わって、今までやっぱりメインは衛星用で、衛星用がどういうふうに使われるかっていう形でやっていることがいくつかありましたけれども、今後こういった用途に応じた設計が今後いろいろ必要になってくると思います。でちなみにこれは私どものグループで、今後こういうのが必要だろうね、これぐらいの、目標を設定してやっていこうねってやってるんですけれども、JAXA の中では、まあ、ここの細かいところまでオーストラリアされてないので、我々のやりたいと言っている部分だけでございます。まあ、今後こういうのができたら、あ、やりたいと言ったのが通ったんだなというふうに思っていただければと思います。で、先ほどちょっと見ていただきました、バッテリーの軽さ、電池の軽さを示しているもので、第2世代というのがこういったリチウムの、これちょっと古いトレンドデータなので、ちょっとトレンドがあれ低めに出てますけれども、今の、まあ、レベルのあたり、もしくはそれを超えるあたりのところの性能の電池を作っていまして、その次ということで、さらにエネルギーをアップさせていくということを今考えています。で民生用の電池と宇宙の電池の性能比較なんですけど、大体同じぐらいの性能を今持っています。で、NEDO が2010年に出した開発ロードマップをもとにちょっと書いてみますと、第2世代の電池っていうのが2010年のレベルはこれ、民生はこれぐらいだっていうのに対して、第2世代今作ってで開発完了しようというのはちょっと少しそれを超えるようなレベルのものができていますと。でそれをもうちょっとネドでは、民生用ではもっとさらに2030年にもっといいものを作ろうというのでやっていますけれども、まあ、大体民生用と同等くらいの寿命を重視するようなものだと同等くらいの電池ができていますねということになります。で電池の寿命保証についてというのは、先ほどからお話しているように実時間で評価しなきゃいけないんですけれども、まあ、今まで衛星の開発期間が4年とか5年で、10年前だと運用期間が3年だったので、衛星を開発するぞってやってから寿命試験を始めても飛ばすまでに実時間の試験はできたんですね。5年の開発期間のうちの3年間でやればいいわけですから。でそれが今5年運用したいというなってきたので、結構ギリギリになってきて、で最近だと今度7年使いたいとなってきました。だけど開発期間5年なので、5年間で7年の試験なんて実時間で終わるはずがない。ですけど結構衛星の審査会とかで行くと、実時間の寿命評価が終わってないのに衛星打ち上げていいの本当にとか言われたりしてですね、なかなかご無体なことを言われることがあるんですけれども、で非常に困っているんですが、まあ今までいろいろと問題なくできてますから、いろいろ実績であるとかというところから、打ち上げを了承していただいて、結果的に非常に問題なく、バッテリーのトラブルがなく運用できています。
でとはいえ、分からないままいいでしょうというわけにもいかないので、できるだけ早期に事務を確認するためにより厳しい条件でやる加速試験であるとか事務所則というのを実際にやっていまして、リチウムイオン電池では、このようにですね、この点でプロットしているのが実際に実時間で自由放電の試験をやっている結果で、この実践が寿命予測モデルを用いて作った、結果で非常にきれいに一致しているというのを見ていただけると思います。でこれはそれぞれ独立してやったので、この点線の結果を単にこう引き伸ばしたらこんな感じかなと言ってるもんじゃなくて、ちゃんと今までのいろんなデータをもとに解析してこういうのを作っていて、本当に結構きれいに載ってるなというのが、出てきていますので、非常に寿命予測推定もの技術でもかなりレベルが上がってきていますので、こういった結果をもとに、あ、7年間だったらまあ要求の性能は満足できそうだね、じゃあ問題ないでしょうというような判断をしていただけるようになってきているということです。で、最後ちょっとだいぶ時間おっしゃって申し訳ございませんけれども、まとめとしまして、バッテリーのというのは題材で、まあ、皆さん先冒頭にもお話しさせていただきましたように、非常に短すぎてわざわざ聞くまでもないなと思っているので、あんまりいらっしゃる方いないのかなと思っていたんですけど、こんなに、参加していただきまして本当にありがとうございます。で、電池というものはですね、宇宙機にとってやはり心臓部分でもありますので、まあ、高川電池、サレド電池ということで、今後も地道な試験を続けて、ちゃんと使えますよということを、といった情報データを提供していく作業を進めていこうというふうに考えております。で、地上用と宇宙用の電池の、この特殊な電池は別ですけれども、リチウムイオン電池であるとかニッカル電池、ニッケル MH 電池っていうのは中身はほとんど変わらないので、まあ、民生分野でのいろんな技術の革新やなんかをうまく活用させていただきながら、より効率的に、いい電池を作っていこうかなというふうに考えているということで、今日のお話の、締めとさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。